今日おすすめする映画はアトランティスです。最近アースとかああいう地球系の映画が流行ってますけれども、これもそういった映画の一本と言えるかもしれません。リュック・ベイソンのグランブルーの番外編とも言えるアトランティス、非常に綺麗な映像で、本当に環境映像としても気持ちいいですし、何か本当に自分が海の中へ潜っていくようなそんな映画ですね。じゃあ予告編をどうぞ。